岸信夫防衛大臣の中間対応に朝日新聞が苛立つとか、フジテレビ平井文夫論説委員のコラムだから朝日毎日共同あたりにて厳しい論調になる。岸信夫防衛省がシンガポールで行われたアジア安全保障会議でいい仕事をしたと。 12日の日中防衛省会談では中国の議国防総が冒頭穏やかに二国間の協力関係を強化していきたいと語りかけてきたのに対し、岸氏は挨拶の後、中国による東シナ海での一方的な現状変更の試みや、空母遼寧の活動、ロシアとの共同の軍事行動などを次々に挙げて自制を求めた。 大臣は今日訪問先のシンガポールで中国の魏法和国防相と対面では初となる会談を行いました岸大臣からはロシアによるウクライナ侵攻を受け中国が国連安保理の常任理事国として責任ある役割を果たすよう求めました大大な懸念を伝達また東シナ海などで力による一方的な現状変更の試みが継続しているとして中国側に強く自制を求めました これに対中国は日本からの自制要求を拒否したようだが、岸氏の強硬姿勢に面食らったらしく、会談について公式発表をしなかった。その前日、11日の日米間の防衛省会談では、オース・チン米国防長官を挟んで3人揃うも、岸氏は韓国外相を無視する態度をとった。米国に言われたから来たが、 本当は韓国がいるなら来たくなかったと言わんばかりの態度だったと称賛する感じだもちろん日韓防衛相会談など開かれなかったユン新政権は困惑か日本にとってはちょうどいい関係を保てる日韓防衛相会談開かれずとはとても正常な状態ですもし 今の状態で階段が開かれたら異常な状態である。日本にとってはちょうどいい関係を保てる。日韓防衛省会談開かれずとは、とても正常な状態です。もし、今の状態で階段が開かれたら異常な状態である。この経緯に24日付の朝日新聞では、よりそう岸田外交。 問われる具体性というもったいぶったタイトルで、米国政府関係者らが今回、不満を口にしたのが日本の韓国への対応、日韓防衛相会談が開かれなかったのも日本側の意向とされる、こうした内向きの姿勢では、秩序作りの権威役は務まらないと岸氏の対応に批判的な記事を打った。韓国の新政権は保守派に代わり、 日本との関係改善を打ち出しているが、これまでの経緯を考えるとそれを廃そうですかとそのまま信じる日本人はあまりいないと平井氏は言う。岸氏の中間への毅然とした態度を岸田首相は明らかに容認している。さらに台湾についても安倍元首相の意見をほぼ丸飲みする形で修正した。岸田氏がリベラル。 安倍氏が保証をカバーするという岸田安倍連合は現状では最強かもしれない。同感だ。中間におもねる記事で事業存続を図る反安倍メディアは、岸田政権は日本伝統に愛着と敬意を払う恩恵保守用語の立場だと警戒するだろうか。朝日が苛立っているなら、日本国民にとって良いことなのだと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。